クリス、どこだろう。ようこそ我が歌劇場へ。今宵上演いたしますのは闇の調べ。長らく失われていた楽譜が奇跡的に回収できたため上演の運びとなりました。この作品の上演は偉大なる作曲家我が師クリストフの夢でございました。演ずるはこのクリストフォロスとロジエ伯爵、そして楽譜の回収を手伝ってくれた汎用の騎士アーナス城にございます。クリス、何を企んでるの。アーナス、お前には命がけでヒロインを演じてもらうぞ。それが生きながら焼かれた我が師クリストフと劇団員たちへのせめてもの鼻向けだ。指揮棒集え魔楽器たちよ、さあ共に奏でよう私たちの歌を。ヨルドよ、力を。格の違いを見せてやろう。
思い出すな、あの日のこと。こんな風にみんな容赦なく叩き壊されたんだっけ。クリス、教えて、この場所で何があったの。昔、世界に降り注いだ青い雨は、触れたものを邪妖に変え、世界に大いなる混乱を招いた。けれども、青い雨に触れても、人の心を失わない者たちが、わずかながらいたんだ。我が死は、混ざり物を集め、とある無人島へ移り住み、芸術的観点から邪妖の研究をした。そうして生まれたのが楽器型汎用魔楽器オルガノンだ。そうしていつしか島は妖魔と人の共存する自由と芸術の島となった。それを教皇庁の連中が邪教として焼き払ったのだ。全て忘れていたのに、忘れようとしていたのに。アーナス、お前があの楽譜を見つけたりするから。やめろクリス。闇の調べのアリアはこうか。たくす想いは呪いのようだね。ひどく甘えた酔いのざれごと。マスター、聞こえた。でもアンジェラ、みんなも聞こえた。私初めてちゃんと歌えたよ。クリス。